和歌山県出身新春国会会議員座談会出演は、自民党、石田正敏さん、二階俊博さん、門弘文さん、日本維新の会、坂口直人さん、自民党、ささんん洋介さんです安倍政権の政策の柱の一つである国土強靭化関連3法案が、去年の臨時国会で成立しました。 まあ、自民党で中心となって進めてこられた国土強靱化調査会会長の二階さん、まあ、この法案成立の意義とです、ね、これからの課題についてお伺いしたいんですが、まあ、この国土強靱化については和歌山県議会でもです、ねえー、促進の意見書とかなんか採択されて、期待が大きいわけなんですが、防災・減災対策、あるいは紀伊半島一周高速道路、こういったことの期待が込めてということなんですが、どのようにお考えでしょう。 まあ、国土強靭化の基本法はですね、一番の目玉のところは、他の法律とはちょっと違うのは、ですね内閣総理大臣をトップにして、各閣僚がみんなその下について、そしてこの内閣を挙げて、この国土強靭化に取り組むという基本姿勢を法律で明記しておると、こういうことが。 大事ななことなんですこ安倍政権の時には安倍政権でずっと続いていきますが将来自民党の政権が変わってもこのことは踏襲していくということなんですでそこがあ,のあちこちへ陳情に走り回らなきゃいけない法律とはちょっと違ってあの各閣僚がそれぞれやっていただいてお 同時にしかし各県市町村はですね自分たちの地域の強靭化のために何をどうすればいいかっていうことを自分たちで考えて提案をしていくということこれも法律で義務付けてありますですから何かの時によく予算取ってきてあのしっかり配分してくれっていうようなことをあのよく我々も耳にすることがありますが。 そんな類いの甘っちょろい法律ではなくてね、これはみんなが自分の命と交換に、命と替えごとに、この問題を考えていかなきゃいけない、考えてもらわなきゃいけない、そういうことですが、あのだんだんそういうあの慣れてきて、理解が深まってくれば、そういう方向に行くだろうと思っております。でまあ、我々はそういううい直下型自身がどうだとか えー、この我々のこの地域全体の問題、えー、この紀伊半島のみならず、あのー、各地域の海岸線等の保護のためにどうするかということをこれをやっていかなきゃいけないんですが我々の本当のこの狙いといいますか考えの一番大事なところは和歌山県をどうするかということが。 私たちにとととっては一番大事なことだと思うんです,そ,です、ね、そのためにこう法律がなかったらできないじゃないかと市町村にだけ任しておいてできないじゃないかということからこれが始まったんですそれに対して今お話のように和歌山県議会の方でも熱心な対応をしてバックアップをしてくれたことを大変感謝をしておりますでまあ随分強靭化についてはね耳、えー、慣れない言葉でもあるし あの最初の方は抵抗も強かったんですしかしまあだん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 理解が深まって今では国土強靭化ってもう誰でもがさっとこう言うようになってきたんですよねですからこ,のこれからあの中身をもっと充実していくためにあの努力をする番ですし同時に重ねて県民の皆さんといいますか特に市町村長さんあるいは 県庁に対してお願いしておくことは、やっぱり自らの計画をどう打ち立てるかということです、自分が問われておるということで、しっかり頑張っていただきたい、我々はそれに対して、政府と、と公明党も合わせて、一体となって与党がお手伝いをします、まあ、こういうことだと思います。はい、加藤さんは この国土強靭化と和歌山県について、なんか発言いただけますでしょうかあのさっきの冒頭のときにもお話をしましたように、えー、この国土強靭化で、えーまあ、例えばインフラ、公共工事でい,いろんなものを整備していくって、これには、まあ、お金ももちろんかかりますし、時間も十分必要になってくると。でそんなこと言ってる間に まあ、今日この放送している最中にとかえ、明日の朝にでも、災害が起こってくることも、もちろん確率としては十分ありうることなので、あのー、やっぱりそういうそのハードの整備と合わせて、ですねこの国土強靭化という法律、そしてまた理念に基づいて、そのソフトの方ですね、まあ早く言えば津波が来たら逃げようということが、じゃあみんな頭の中で分かってるけども、それでも逃げられなかった3.11の現実があるように、 やっぱり和歌山ででも学校や職場、家庭で、とにかくその災害が来たら逃げようと、この教育とか、そういう啓蒙活動を、じゃあ、あこの放送局も含めてですけれどもあの県挙げて、県民挙げて、そういうことをまあ徹底していく、まあ、そんなこともです、ね、この法律の趣旨の,、まあ、あのハード、ハードっていうことが、特にマスコミの方では、 あの注視されがちですけれども、そうじゃない、人的にやれることの方にもです、ね、同じぐらい、もっと同じ以上のウエイトを置いて、我々これ、進めていかなければならないなというふうに思います、はい、さて、政府予算案に絡んだ年末の税制改正大綱の改正問題では、えー、各報道では、企業に優しく、家庭に厳しい予算などと報じられています。このの税制改正の主なポイントを見てみますと 消費税増税、えー、導入に伴う軽減税率については消費税率10%時に導入と、まあ、導入時期を曖昧な表現にとどめ対象品目は今年の12月までに結論としていますまた軽自動車税は15年4月以降の新車から増税する反面企業向けの復興特別法人税は1年前倒しで廃止法人実行税率の引き下げは引き続き検討 大企業の交際費の交費半分は非課税ななどとなっていますこの自民党税制調査会で幹事としてこの税制改正に直接関わった石田さんとしては今回の税制改正のポイントあのどう見てられますでしょうはい、まあ、その前にあの国土強靭化なんですけどね二階、はい、先生中心に,中心にして、えー、時間をかけてですね検討して いい法律ができたと思っております、まあ、その中でもう一つです、ね、実はあの私座長、自民党の中で座長したんですが、えー、消防団を中核とした地域防災力充実強化の法律というのも通ったんです、これはあの消防職員さんはまあ頑張られる当たり前なんですが、いざ起こるとです、ね、全域見れないと、そうなるとやっぱり地域地域でね、頑張っていただく、その中心なのはやっぱり消防団の皆さんだろうと。はい ですから消防団の皆さんの処遇、改善とか、あるいはあの機材とか市代、しだの充実とかいうことと、それから同時にもう一つ、自主防災組織ですね、えー、地域の自主防災、あるいは女性の皆さんもおられる、あるいは学校行ってられる生徒さんもおられるか分からない、そういう皆さんで、 とりあえずは守っていただこうというのはそういうようなあの法律部を作って、ですねとにかく防災、減災に自民党はしっかり取り組んでいるということだけはお分かりいただきたいなというふうに思います、はい、それで今お話ありました税制改正なんですけれども、まあ、今回はですねあの問題は多いんです、まあ、一つは、えー、どうやって経済再生をするかということですね、それからもう一つは、えー、財政再建をどうするか。 それから社会保障の財源をどう確保するか、それから我々和歌山にとってもあれですけど、地方財源をどう確保するか、まあ、こういうような問題をその予算とは別に税制の中でどう解決していくかというのが課題だったんですね、まあ、しかし皆さんもご承知のように、一番根本は何か、税財源が足りないんです、ね、今年の予算も96兆ぐらいですけれども、皆さんから納めいただく税収は50兆ですね。 41、2兆はです、ね、これはあの借金なんですよ、それで先ほど、こう先生ありました、プライマリーバランス、中期財政計画で、2年間、今年と来年,4年、あの4兆円ずつ減らさないと、プライマリーバランスが解消しないんですね、解,解決できない、ことしは5.2兆,兆やりましたから、ずいぶんかったわけですけれども、そういうような、基本的には財源が足りないという状況の中で、経済再生をどうするか、社会保障の財源どうするか。 地方の財源どう確保するか、そういうような話になるわけなんですね、それで社会保障の財源を上げてあの確保するために、もう皆さんにお願いをして、消費税をご理解をいただいてあげさせていただくということなんです。しかしかそのままででくとですね これは経済がです、ね、先ほどからもご議論あったように、少しは落ち込むんじゃないかと、そのための対策を打ちましたけれども、少しは落ち込むんじゃないかという議論がありますし、アベノミクスを成功させるとか、成長戦略を乗せる、そのためには経済再生必要なんですよ。ですから、我々も税調の中でずいぶん議論しました、国民の皆さんに増税をお願いしながらね、企業だけ法人税を下げるとかっていう議論、これは受け入れられないと。 ずいぶんを議論する中で、ですねその中でギリギリの状況の中で、今回の税制改正大綱を作り上げたんですね、これはあの公明党の皆さんにも大変あのご理解もいただいて、ですね政府・与党案としてあの作ったわけですけどね、ですから、企業、国民には負担を強いながら、企業にって言いますけれども、まずえ成長するためには、セルモーターを回すっていうのか、エンジンに火をつけないといけない。 わけですねそのエンジンになっていただくのは、やっぱり企業ということですから、まず企業の皆さんに頑張っていただくと、これは先ほども申し上げましたけれども、まさしく第3の矢がこの年正念場です、そしてその第3の矢に火がつくかどうか、そのつけるための税制であったということです、その点はあの皆さんにご理解いただきたいなと思います。ベースはやははははやりりまだだ今もも財源は足りないんだといいんんととうことですすから国民のの皆さんにはその点はお願いするけども 一方では景気を良くして税収を上げないといけないと、そのための手立てはやはり、えー、企業に対する減税等をやっていってです、ねあの、そのきっかけを作っていかなければならないということで、こういう今回の税制になったところで、年末の先月の26日、安倍総理が突然、靖国神社を参拝され、 中国、韓国が反発しただけではなくて友好国のアメリカも同盟国の日本の指導者が近隣諸国との関係を悪化させるような行動をとったことにアメリカ政府は失望したという異例の見解を表明するなど大きな波紋を投げかけアジアの近隣諸国との友好親善を進める上で大きな障害になるのではないかと心配する声が聞かれます。 内閣の中枢の立場による世耕官房副長官はこの安倍総理の靖国参拝とその波紋、影響についてどのようにお考えでしょう。 あのまず中村さんも一般のメディアと同じくです、ね、失望したという文章のところだけを引っ張っておられるんですがこれ、正確にやっぱ全体を伝えていただきたいと思いますね、この失望したという前のところにはアメリカにとって日本は本当に重要な同盟国なんだということがちゃんと書いてある、さらにこの失望したという文章の後にはです、ね、安倍総理が参拝後発言出した声明、それに期待をしたいという、これはあのアジアの平和のために尽くすと、付戦の誓いのために行ったんだということに期待を するということを書いてるわけですから文章全体としては私は極めて抑えめな文章だというふうに思っていますでさらにこの文章自体がえ普通であればアメリカの国務省の報道官が会見をして発表するこれ外交マターであればですねそれをあえて大使館のペーパーとして出した大使のじゃないですよ大使館のペーパーとして出してるという扱いなんですねだからそういう意味では私はアメリカは非常に慎重に抑えめの 反応ししたんだろううといいうにうに思っていますしえ現にえ今アメリカのアジアの専門家たちはあの昨日今日の新聞に出てますけれども,も、これは安倍総理が選挙で公約したことを実行しただけであっても終わったことだと、日米関係に影響しないということもですね言っておりますので、アメリカに関しては私はそういうことだというふうに思っています、それともう一つ申し上げたいのは、すぐですねアジアの国々が反発をしているという言葉が引かれますが。 中国と韓国は確かに強い反発を示していますが他のアジア諸国からは基本的には反発の声は聞かれていません、これは,これは安倍総理が ASEAN を丁寧に回っていたということの成果もあるでしょうけれどもやはり他のアジア諸国にとっては別に総理がです、ね、戦没者の慰霊のために参拝をするということに関して大した違和感は感じていないということだというふうに思っています。でその上で やはり我々はこれからしなければいけない努力は安倍総理が何のために参拝をしたのかということをもっと正確に世界に伝えていかなければいけないと思っています。これは あくまででも不不戦戦のの誓いの誓いいすすををるたために参拝をした250万人にも上るです、ね、あの戦争によって、えー、心ならずもです、ね、命を落とした、えー、方々の御霊にです、ねえー、二度ともこういうことは起こさないと戦争をしないということを誓いに行っているんだということをです、ねえー、世界に発信をしていかなければいけませんしわせてあの時、えー、靖国神社には陳霊社というお社がありましてこれは世界の戦争被害者を つってるところでありますここにまず手を合わせてから世界全体の平和を祈ってからそして、えー、心ならずも命を落とした英霊の方々の見た目に対して不戦の誓いをしたこのことをですねやはり世界に丁寧に説明をこれからもやっていきたいと思いますでまず一番最初にチャンスとしてあるのは、えーまあ、今安倍総理はアフリカ訪問中ですけれども、えー、1月の21日から出発してですね スイスのダボスで開かれるこのダボス会議で、安倍総理はまあ今までの日本の総理大臣というのは大体、終わりかけのところで招待だったんですが、オープニングセッションという、一番重要なところで、基調スピーチを行います、その中で、直接取り上げるかどうかは別にして、おそらくその場で、例えばフロアから質問が出たりするでしょうから、そういうことに対して、きちっと安倍総理がそういった場で,で、世界の疑問に答えていくということがまあ重要だというふうに思っています。 はい、二階さんは、この問題はどのようにお考えでしょうか、二階さんはまあこれまで中国、あるいは韓国との観光など、先ほどの話じゃないですか、通じて、非常に友好親善に努力されてきているところだと思っていますし、あの先日も新聞報道で見たら、今の朴槿恵大統領が野党の党首の時に会談されて、友好親善の進め方について、 違いをことさら強調するのではなくて、えー、お互いの共通点を広げていくべきじゃないかというふうに、会談でされたという話も聞くわけなんですが、どのようにお考えでしょう。まあ、いずれも隣国ですからね、われわれの生活を言うと、隣近所ですよ、これはまあ仲良くやっていかなきゃいけないことは、これはもう言うまでもないことです。し、まあ、しかいいいちいちいち,いちね この日本の行動にああいう大騒ぎしてくれるわけだけども、それならそれで首脳会談とかなんかどんどんやってね、日頃からもっと仲良くする努力をしなきゃいけませんね、私は中国にもね、頼まれて、この5000人とか、1万3000人とか、2万人とかっていう、3回にわたって大きな代表団を連れて行ったことありますよ。 でこんな時にどうですかっちうからこんな時に行けるわけないじゃないかとそっちも考えなさいよということをねこの間そ,のそういう筋のう偉い人が来ましたからね私はそういうことを率直にあの申し上げておいたわけですだけどまあ,あの仲良くしなきゃいかんことはもう言いようを待たないわけですから。 こ,こはやっぱり売り言葉に買い言葉式のことで、この小競り合いしないでね、対局的に立って、堂々たる近隣外交もね、やっていかなきゃいけないんで、これはもう分かりきったことですから、われわれはそういう方面にあの協力していきたいと思ってますさて、先ほど、自民党県連、はい、どうぞ。 1>, 1万人の集会の時に、はいえー、韓国からはチャーター機が白浜空港へ来ます。はい、これは、こんな騒ぎしている最中にね。はい、あの大変、あの、力強いことと言いますか。あの大事なことだと思ってます。だから、中国もね、あのおいでなんだったら、いらしたらどうだというんですが、うん、中国は代表。 観光関係の代表があの何人か揃ってお見えになるようですから、まあ、あ,のあんまり神経質にならないでね、はい、あの仲良くする方法をこれからあの探っていきたいと思っております。はい 世耕さん手が上がりましたあのどんな二国間関係でもあってもです、ね、意見の一致しない問題点というのは、いっぱいあるんですね、大なり小なりですね、でそれがあるから合わないというのは、本当に良くないと思います、これは、ぜひ中間の首脳の方々にはです、ね、よく考えていただく、会えばいいんですよ、これ、安倍総理はもう対話のドアは常にオープンで、自分は無条件で会いますということを言ってるわけですから、ぜひそれに応えてもらって、そして会って、ですねこういうところは一致しないよねと。だけど一方で 中国、韓国と日本というのは、ですね特に経済関係を中心に、あるいは二階先生おっしゃってるような観光というような、お互いにメリットになるテーマというのはたくさんあるわけですから、それをしっかり前進をさせていくということが非常に重要だというふうに思いますから、ぜひこ、まあ、今年はなんとか首脳会談を実現するように頑張っていきたいなと思いますだから先ほども紹介したんですが、やっぱりパク大統領が野党時代に二階さんと会話したと僕は新聞で読んだんですけれども。あの 違いをことさら強調するんではなくて、共通点を広げていこうと、こういうことなんでしょうねまあだから、その時のスタンスに戻っていただきたいんで坂口さん、<laughs> 手がかかりました、はいあのー、この問題についてなんですが、私はです、ねあのー、安倍総理の個人の信念と、まあ、総理大臣としての、まあ、立場、職責は、えー、分けて考えていただきたかったなと思うんですね。 でまあ、これまでの,その安倍総理の国会答弁などを見るとです、ね、私は永久戦犯を生んだ東京裁判そのものを否定したいお気持ちもあるんじゃないかと思うんです。でまあ、これ、私もこの東京裁判、いろいろと疑問点を感じている一人ではあるんですが、ただ、日本が独立するためにサンフランシスコ平和条約においてです、ね、この東京裁判をまあ明確に受け入れて、 もいるわけですね。まあ、そうしないと国際社会に復帰できなかったと。まあこのあたりはですね、その個人の思いとその過去の歴史外交のルール上のまあどうしようもない点もあってですね。私はあの今回靖国に参拝されたということで、まあ中国韓国にその靖国カードを与えてしまった。まあこれは良くなかったんじゃないかと思うんです。で結局ですね、まあ。 その今の尖閣の問題等にこう対峙していくためには、やはりアメリカとのこう強固な信頼関係が必要である、まあ、そのアメリカに対して、ディサポイント、ッド、まあ、失望したあという、まあ、警告を,こうを受けたということであるとすればです、ね、やはり私はあ気持ちは分かります、気持ちは十分分かるけれども。 まあ天皇陛下も75年以降、参拝していない靖国神社に、総理というお立場で、このタイミングで参拝されたのは、外交をトータルで考えたとき、また、中国、韓国と日本企業の方もいらっしゃいますね、彼らに対するビジネスの悪影響もあると思います、トータルで考えたときに、私は個人の感情を優先すべきではなかったんじゃないかと。 いう思いを抱いております。 ということですが、安倍総理を支える立場の世耕さんは何かご意見ありますでしょうかいやいや、あの総理はこれは個人的な気持ち、いろいろありますよ、そのあの過去の発言とか著書を見ていれば、ですね永久戦犯に関する安倍総理個人の考え方っていうのはたくさんあるわけですが、まあ、あえてそれは今回、全くおっしゃっていませんし、えー、抑えた上で、あくまでも不戦の誓いで、えー、参っているんだということを、ですね、まあ、これをしっかり世界に伝えていく話だというふうに思ってます。はい えー、次の話題に行きたいんですが、先ほどあの自民党県連のです、ね、年賀会で、えーえー、中村新二紀之川市長とちょっとご挨拶さしたときにです、ねあのー、これから国会議員座談会やるんですっておっしゃったときに、じゃあ、ぜひ、鶴穂前国土交通副大臣に聞いておいてほしいというメッセージをいただきましてね、その内容は何かというと、京縄自動車道がですね、あのー 木の川インターチェンジつまり内田町のところまでこう23年ここ今年度中ですかね、まあ、若干遅れるかも分かりませんがオープンするとでこの紀の川インターチェンジからですね阪和高速道路の関西空港の連絡あの方へ行くあの熊野郷上野郷ですね上野郷の,のおところまで自動車専用道路でつでな、ね、ぐ大体この距離が9キロ余りと伺ってるんですがこれの問題についてぜひともこれは 地域戦略上必要なんだと、でえー、このために今年中にです、ね、関係市町村で、えー、規制同盟会を作るようにしたいと思っていると、こうおっしゃってて、ぜひ鶴子前国土交通副大臣のです、ね、意見を聞いておいてくださいということでしたんで、えー、いかがでしょうか。<laughs> 規制同盟会大歓迎です。あの、もう調査調査費もつけてますから。ただ、あのもう市長もこれ分かっててその、その発言をされておられるんですよね。府県間道路今あ3つ4つあります。和歌山岩手そしてえ葛、ー、それから橋本でそれらの中でですね。特に橋本あたりがまだ進み具合がものすごく見えなかったところがありまして。 昨年、いよいよ大阪府の側も、府県間道路371号をですね河内長野に向けて、全力で取り組んでいくという表明を府議会の方でされてくれしてくれました、まあ、それをもって、いよいよ府県間道路の、まあ、それこそ二の矢三の矢ですね、より密接な交流関係をその期していこうじゃないのというような話になってきつつあります。 でえー、その規制同盟会を作るという話は、あの実を言うと、きの昨きょ出てきた話ではありませんでしてです、ね、えーまあ、こうした動きを受けて、まあ今年は今年こそはやるということの決意を私は受けたものだと思ってますからあの、ぜひそれはやっていただきたいと思います。国交省として、あるいはあ国会議員としてです、ね、これを阻むのは何にもございません、あのむしろあの頑張ってやっていただきたいと。関西空港はご存じの通り えー、これから大きな役割を果たすことになります、えー、1万人の二階先生がおっしゃった集会にも象徴されますとおり、えー、集客を入れる最も重要な、まあ、港ターミナルになっていかざるを得ません、特に2020年の東京オリンピック、まるで関係のないことのように思っていらっしゃる方多い、関西には多いですけれど、えー、実を言うと、どの国もです、ね、世界的にロンドンもその前の北京も、 オリンピックの前年、前々年あたりからですね、航空機チケットは高騰するんです。需給,給バランスが圧倒的に崩れてですね、その地域にはもう入れなくなるというその現象が起きています。従、まあ、って2020年前後になるとですね、まあ、セントレアやあるいは関西空港といったものが、 ももっと大活躍をしてもらわななければなりません、えー、そういったことを踏まえ、えー、関西空港を中心とした広域のまあ観光、そしてまた地域産業の掘り起こしを考えていかなければならないときにです、ね、なんと最も近い、関西空港から最も距離的に近い、のは和歌山でも岩手でもありません、実はその通りなんですね。ですから、その紀の川市と関西空港を直結する道路というのはです、ね、これ、大動脈生命線、和歌山県の生命線になりうる可能性がありますから、まあ、そのことをもって、 してもです、ね、あのこの発言、あるいは提案はです、ね、成功を得ているというふうに考えておりますので、ぜひとも頑張っていただきたいと思いますし、私たちも努力をしたいと思います鶴岡さん,の、はいさんまああの、かねて関西空港がこのあの建設される頃ですね、関西空港さえできれば、この辺の問題は、この辺地区は和歌山県の発展であれ、この周辺であれ、 みんな解決できるんだということで、もう関西空港が全てだったんです、でまあ、それなりの効果を上げてはおることには違いありませんが、しかし、本当の,その関西空港に期待しとった地方にまでね、その運転があのずっと浸透しとるかというとね、まだあと一息頑張らなきゃいけないと思うんですが。 そのためには、やはりその関西空港にすべてをおんぶして、関西空港にすべてを期待するんじゃなくて、関西空港の活用方法を和歌山県が考えなきゃいけないんで、和歌山県が周辺の地域の皆さんと一緒に育ちになって頑張らなきゃいけない。私は関西空港問題はね、今、改めてやり直しというかね、再スタートをする時だと思ってるんです。今まあ 自民党では関西空港の議員連盟をあのしっかりやろうということで、与党の,この公明党とね、一緒になって会を開こうということで、今やっております,やっりますから、そういうところと一体になってね、その関係市町村にも奮起してもらって、それでなんか頼んでおいたら何かがやってくるっていうんじゃなくてね、こっちからやっぱり攻めていかなきゃいけない。あの最後に短く一言 付け加えておきたいのは農業の問題なんかもこれ関西空港がもう,う目と鼻の先にあるんですから関西空港を使って我々のところの産物をどうこの世界的にあのみんなに提供していけるかどうか漁業もそうなんですですから農業と漁業の問題はね この今までの考え方だけではなくて、私はこの関西空港を活用して、世界中にね、この和歌山県の,あの誇れるあの農業の成果、果実、これをどん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 出していくことに努力する、そういう具体的なことをやっていくことが大事であってね。 企業が考えて自分たちの発展のためにいろいろ考えることはそれは当然のことでそれはそれでやっていただくしかし農業や漁業もこの関西空港を活用してどう和歌山県が奮起するかということはこれは大きな課題だと思うんですそれなくしてただ道路を作れとかやれ何しろとかって言うだけでは意味がないこれ一緒になってやっていくるだからそれならあの思い切って 投資していこうということで公共事業もそれなりの大きな役割を果たすだろうというふうに思ってます木野あの市長のあのご提言は最もなことで我々も手伝いますよ行政にだけ頼るんじゃなくて自分たちで汗を流して考えてということですよね先ほどの鶴子さんもおっしゃったんですがここの内田からのインターから関空へのそこの高速道路までのあれが確か9キロ余りと いうこ,とがこれが鶴穂さんもおっしゃったんですがいかに大きなインパクトを与えるかということは例えば和歌山からあ,あそこら辺りまで行こうと思うと2 3 0キロあるんですよねいかにこの距離が短いかそしたら例えば橋本だとか五条奈良県の五条だとかあそこら辺りが京奈和道路で結んでるわけだから大きな効果が出てくるということなんですよね。そういうい意味ででは石田さんん、まあ、地元のの選出の国会議員なんですが かか発言はございますでしょうか、まあ、この計画というか、案はね、えー、中村市長さんが提言されて、もう何年になりますか、調査費がずっとついてましてね、それで、鶴道さん言われたように、今、あの府県間の道路が4本ですか、あ,ある、えー、その動きがあって、ですね、まあ、あの徐々にですね解決していきますから、えー、今からきちっと、あの規制同盟を作って、えー、盛り上げておくということは、ですねその後。 え徐々にできてくる中へこう入っていく、次の段階で入っていく、つまり4 8 5号もトンネルが開通するでしょうし、ああのそのあぐらいですね、予算付けをしてもらえればありがたいなと、現実の動きになっていけばいいなと、そんな思いで思っております、これもしっかり私も地元ですから、頑張っていきたいと思います加藤さんは、生まれ故郷から近いんですが、何か発言ありますか。えあのーまあ、関空のそのそ 意味っていうか、その価値っていうことを、もう一度、本当に先ほど二階先生がおっしゃったように、見つめ直さなきゃいけないっていうふうに思ってます、でまた後で話が至るかも分かりませんけど、その外国人旅行客の問題についても、あの今、1000万人っていうふうに年間おっしゃって、まあ、これ、超えましたとで、次のハードルはそ一、一足飛びにいかんと思いますけど、2000万人っていう、例えばハードルがあるとすれば、どう考えても、 今の空港の環境の中で2000万人、日本の国に受け入れられる準備が今、果たしてできているかというと、できてないと、でそう考えると、関空だけじゃなくて、ですねまあ、言葉悪いですけども、関西に関空と伊丹と神戸空港あって、空港ありすぎやっていう話が実はかつてあったと思いますけれども、実はこれ、10年先見た時には、よくも3つもこの空港を関西にちゃんと作ってくれとったなと。で今ででも滑走路が全部で足したら5つ 関西に空港ということじゃなくて、関西に滑走路があの大阪湾のところに5つ浮かんでるということは、一つの空港っていうふうに見立てれば、これは十分これからアジアの中心にした外国人を受け入れていく受け皿になると、その直近がわれわれのふるさと、和歌山っていうことは、これ、私、自分もあのマリーナシティの観光の仕事やってたんですけど、マリーナシティに人を呼んでくると思ったら大変なんです、自分のところで呼んでこないといけませんから。 ところが白浜でも同じような施設をやってたんですけど、これは白浜温泉で町が呼んできてくれます、でそこの中で商売を考えたらいい。だから和歌山にとっても、ですね、関空はこれからものすごい誘客をする装置に、どん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 成長していきますから、関空に網を張ること、関空からどういうそのここに受け皿を持ってくるかっていうことに、一つ集中することが。